で、皆さんね、いいねお願いしますね。いいね。はい、じゃあ行きます。あのね、いきなり行きますよ、今日は。本題から行きますよ。アルガ申告から行きますから。ね。よいしょ。まあちょっとツイートしながらね、いきますんでね。ちょっと待ってくださいね。はい。で、じゃあね、アルガ信号、ちょっと待ってくださいね。アルガ信号、アルガ信号。はい。よし。はい、アルガ信号ですね。トリプルアイドパス、トリプルアイドパスペクティブ。ミッドトリプルアイド、目。ね。の、パスペクティブね。っていう展覧会目ですね。はい。で、まあ、まあ何個かね、実はまあ僕、彼とにインタビューするっていう形でまあインタビューっていうのもまあインタビューだねっていう形で動画を撮りまして、これ Vimeo と多分 YouTube にもだと思うんですけどアップされますので、でまあ僕が編集するんですけどね、あれされますんで、しなきゃいけないんですけどね、僕がね、僕が編集でき次第アップされますんでなんでここまでやってんのか本当にね。まあ見てください。で、そこでまあ作品の説明は比較的細かくあると思うんですね。ので、まあちょっと別のことを話そうかなと思います。まずですね、アルガ慎吾、まあ僕と同い年ですね。で、まあさっき、冒頭で話しました杉田くんとか杉田洋平くんとかですね、村山五郎とかですね。まあチンポムのエリーちゃんとかですね。松井エリナ、まあ、学年、あ、年、生まれは下なん、84年なんだけど、同学年ですね。か、あと、だから、うちのメンバーですね、キャンサーですね、Q くんも、84年生まれだけど、同学年。菅くんは違う、下か。でも、まあ、そんなもんか。まあまあ、でもね、なんか、とにかくいっぱいいるんですよ。なんか、すごいいっぱいいる、年で。まあ、その中でも特にですね、アーティストが何て言うかな、まあ、アーティストが憧れるアーティストっていうかな、本当にもう、まあ、才能の塊みたいなやつで、まあまあそういう、まあ、リスペクトをされてるアーティストですね。ですごい、まあ、まあ変なやつなんだけど、すごいいいやつなので、みんなね、人気者で、あるしんっつってね。まあまあ、そういうふうに言われている、という作家で、基本的にもう黄色と黒しか使わないですね。で、まあ、作品を、ちょっと全体像を見ましょうか。全体像を見るとですね、まあ、本当にもう黄色と黒しかないでしょ。ね、これ、ほら。こういう感じなんですね。はい。で、まあ、主にですね、今回コンパスを使ったりとかですね、てかまあまあほぼコンパスかな。まあ直線も引いたりしてるんだけどね、コンパスを引いたりですね。まあまあ、こういうのは分かりますね。こういうの。これね。この黒い丸、右の黒い丸ね。こういうのは、あれですよね。ウィトルウィース。レオナルド・ダ・ヴィンチのね。で、まあレオナルドに、まあ実際レオナルドにすごい影響を受けてて、レオナルドってまあなんていうのかな、すっごいこう、いろいろたくさんデッサンっていうかね、実験をしてますよね。思考ね。それをコーデックスっていう形で、まあ呼ばれてるわけですけど、我々、まあ呼んでるんですけどね。まあ、ここあるけどね、コーデックス。で、コーデックス、というふうに呼ばれてるわけです。で、これがなんかね、コーデックス、コンジョインレ、コーデックスオブコンジョインド、コンジョインド、なんだったかな、コンジョインドコンセプションだったかな、コンセプションだったかな、これ、まあ多分そうだね。まあちょっと変わった言い回しだけど、
っていうことですね。要するに統合された意識の、あ、違う、ごめんなさい、コンシャスだね。だから、コーデックスオブコンシャスネスですね。はい。で、だから統合された意識、統合された意識のコーデックス、統合された意識の束っていうか、冊子っていうのかな、あのものですね、を作ろうと。こういうことで、ドローイングと、まあ、あの、この、これですね、この、これはかなりでかいです。この作品かなりでかい。まあ、アルシンの、なんていうかな、こういう、まあ、すごい大きい作品も作ってたんだけど、久しぶりですよね、これだけ大きい作品っていうのは。まあ、こういう作品です。これ、トリプテックっていう、まあ、シリーズにしたいらしい。で、まあ、あの 3曲一奏ですね、あの日本風に言うとね、はい。で、まあ、あのこれがアルシンですけどね、アルガシンですね。全部黄色いんですよ。あの服も全部黄色と黒なんですよ。ちなみに彼はあのパンツも黄色と黒なんですね、全部ね。それを俺気づいてめちゃくちゃあの受けたんですけどね。でもなんか黄色と黒のパンツとかね、あったらね、なんかもう使命感を感じて買っちゃうらしいですよ。これはもう俺が買うしかないだろうっていうね、それぐらいもう黄色と黒しか一生着ないんでしょうね。もうここまで来たらね、一生黄色と黒しか着ないと思いますよね。まあでもよくわかんないけど、だからまあ古いタイプのアーティストでもありますよね。さあ、じゃあ先にその話からいきましょうか。なぜ彼が黄色と黒と をテーマにしているのかっていうことをちょっと話した方がいいのかなと思うんですね。黄色と黒っていう色、彼はですね、そのまさにレオナルド・ダ・ヴィンチのような体型を考えてるわけですね。極めて大きな体型を考えてる。で、先にちょっと補助線として、引いてしまうと、ですね、僕はそのアートっていうものがね、今ね、どういうことができるかっていうことをですね、考えた時に、例えばアルガシンゴがですね、ひたすらコンパスと直とかを使って、黄色と黒とかね、そういうものを使って作品を作っていることって、先ほどの言葉で言うと、現代に対するプレゼンテーションとしては極めて分かりにくいわけです。なぜかというと、これは時代とシンクロしていないからなんですね。時代と同期していない、ね、からなんです。じゃあね、同期している時間って何でしょう？逆に考えてみるんですね、逆に考えてみる。彼は、いいですか？彼は、アルガシンゴは、時代と同期することができていない作家だよね、同期してないよねっていうことですね。じゃあ他の人たちは同期してるってことになりますね。いいですか。じゃあ現代で、ね、同期しているものって何だろう。これをタイムラインって言うんですね。僕はタイムラインだと思ってるわけね。それは SNS 的なタイムラインでしょ、やっぱり。まあスマホ的なって言いましょう、もう少し大きくね。ソーシャルネットワーキングサービスはちょっと変わるかもしれない。まあまあスマホの、まあ結局は SNS なんですけどね。でも、まあまあまあ、その、タイムラインですね。が、に、アルガシンゴはおそらくまあ同期はできないわけね。でもね、あのね、SNS ってさ、みんな同期してるの？これね、それこそね、浜野聡さんがね、アーキテクチャの生態系っていう、まあ、あれは名著ですよね、本当に。文庫に なったんですよね、確かね。文庫に、あれね、あれ、俺、そういえば、なんか誰かに仮パクされたっていう記憶があるな。最近見てないからな。奥村くんちで誰かに、違ったかな。まあ、いいんですけど、まあ、浜野聡さんがね、アーキテクチャの生態系の中でこういうことを言ってるんですね。まあ、これニコニコ動画の分析の中で言ってるんですが、ニコニコ動画っていつ見ても、ですね、
コメントがこう流れてくるわけですね。でもコメントを打ってる時間って人によって違うわけですよ。でもそれが同じ画面に流れてくるからみんな同期して一緒に見ているような気がするわけ。これを疑似同期って言ったんですよ。疑似同期。でもね、ニコ生ってやっぱりアイロニカルだから、アイロニ、あ、そこにアイロニーがあったわけよ。我々は疑似同期を楽しんでるんだっていうね、アイロニーがあったと思うわけ。まああるいはメタネス視点って言ってもいいかもしれないけどね、なんかメタに没入していくっていうようなね視点があったと思うわけね。なんだけどね、もうね、今やね、あの当時はだって、まあ、ニコ生が出た時ってまだあのスマホなかったし、スマホで動画とか見れなかったからね。 3G ってもうすぐ全然ね、あの動画を見るっていう感じじゃなかったもんね。だからあのまあ SNS に変わっていって、で SNS っていうのがタイムラインっていう言葉ですよ、で表されるわけですよ。こう タイムラインね、今もうあのなんていうかな、広告でガチャガチャになっちゃって、もうタイムラインもめちゃくちゃですけど、でもねタイムラインってね、あのね、あでもね、まあだからね、初期のそのなんていうかな、そのツイッターとかっていうのはやっぱり自分でタイムラインを選び取ってるっていう感じがあったんですよね。なんだけど今やね、もうねタイムラインってあの本当にこれが世界と同期してると思ってるでしょ。わかるかな。つまりね、 SNS でバズるみたいな。いやいや待って待って、それはさそれはさ、あるタイムラインでバズってるだけでしょっていうことでしょ。わかります、僕が言ったこと。つまりね、同期しているっていうね、同期シンクロしているね、時間のねというのはね、やっぱり幻想なんですよ。幻想なんです、完全に。でね、そもそもまあ、存在っていうか個人の存在を認識する、そういう時間自体がどういうものだったかっていうのを考えなきゃいけないと思うわけね、僕。でこっからこっからいろいろ考えたんだけど、あまりにも難しい話に入っていくな。でもちょっと頑張るとね、こっからまあ要するに僕が言いたいのはね、そのね、疑似同期ね、疑似同期、つまり、幻想ですよ。幻想的に同期しているっていう、そのシンクロしているっていうタイムラインをにね、をなんか侵食されている我々、に対してアーティストができることってどういうことかっていうことですよ。それは少なくとも同期することではないでしょ、多分。で、一つはやっぱり、まああのね、あれ一つは何だったか忘れたけど、もう一個、まあでもね、やっぱりね、やるべきは、あの別の時間にやっぱ連れ出してやることだと思うんですよ。別の時間に。別のタイムラインにこう、パッとこう、引き上げてやることだ、引き上げるっていうか、こう、なんていうかな、あの、こう、移動させてやることだと思うのね。で、やっぱりアートってそういうことができるものなんだと思うんですよ。あの、そういうことができる数少ないものなんだと思うんですね。で、やっぱり僕はね、そういうことやってるやつが好きです。あのですね、だからあの時代に同期して何かやってるのって別に何も面白いと思わないな。それよりもこう時間、こうタイムラインをこう別の時間軸の中でこう捉えているっていうかな、そういうものが僕は好き。まあちょっとうまく言えないけど、作品見ながらいきますね。で、黄色と黒の話ね、本当はしなきゃいけないんだけど、ちょっともうちょっと一回作品に戻ってから黄色と黒の話できるかな。まあ、あるが慎吾についてはね、まあ分かってるっていうかね、なんかこう、僕の中でこう、いろいろ解釈があるから、ちょっといろいろね、話さなきゃいけないこと多いんですけどね。あのね、こういう実験をいろいろしてるんでね、こうやってこう、まあ合わせて、こうやって、ヴェスカ・ピスシス。っていう形らしいね、これはね。で、これはまあ、あのキリストの元の形ってこれなんだって言ってたけどね、クロスの形ってこれなんだってこういうふうに言ってたけど、あるシーンはね。あ、でね、3の話をすると、3の話、だから今回はだから2じゃなくて3だっていうことをかなり言ってるわけね。で、まあこれはまあ、あの極めてよくわかります、僕はね。で、
アルシンって何を考えてるのか非常に分かりにくい作家なんですね。でそれなんでかっていうと、あの2じゃないからなんですよ、3だからなんですよ。でこれはまあ、 あの極めて単純で、2っていうのは二項対立ができるので、基本的に人間ってね、二項対立がねもう限界なんです。二項対立が限界なんですよ。人間の脳ってかなり単純ですよ、だからその意味でだと僕思ってる。てかね、人間の脳じゃないかもしれない、論理なのかもしれないけど、要するに2つのものがこうディバイドしていくっていうのは非常に分かりやすいわけね。分かれてるっていう状態でこう対立しているっていう状態ね。まあ二元論って言ったりするけどね。ね、二元論と一元論あるけど三元論ってないじゃんとかね。まあゼロ元論っていうのもないわけだけど。まあそれでも分かるように二元論までは極めて分かりやすいわけですよ。三になったらどうなるかという、なんで三になったら困るかっていうとね、2だったらこっちとこっちだから、こういうふうに対立してディバイドして終わりなのね。こうバッと分かれて終わりなのね。じゃあ3になったらどうなるかっていうと三角形になるでしょ。三角形になるとね、どうなるかっていうとね、これ運動が始まるんですね。これね、前も言ったけどね、ヘーゲルになるわけですね。ヘーゲル。いいですか？まあ矢印が両方から出るでしょ。こういうふうに三角形から、ちょっとトランジッションするか。こう三角形があってね、こう三角形からこういうふうに矢印出るじゃん。こういうふうに矢印で、こっちにも出るし、だから ここに点があるとすると、頂点から下に向かう矢印と上に、下から上に頂点に向かってね、上の頂点に向かって向かう矢印って2つ出ますよね。だから全部で6本の矢印が引けるわけね。でそうなると、これ一方向の矢印でぐる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 回る、矢印できるでしょ。でもう一個こっちがぐる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 回る矢印できるじゃん。だからぐる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 回っちゃうのね、思考が。わかる？だけど二項対立の場合はここで直線的にリニアに対立するだけだから、バチッバチッバチッ対立して終わりなわけ。わかる？ね。まあまあこれをもとに、まあ、ヘーゲルはこう、なんていうの、即時かつ対峙、こういうふうにこう、3が出てくるってやったわけだけど、でも、まあ、僕の理解ではこう三角形になってるから、こうぐる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 回るっていう、そういう運動なのね。でアルシンの思考が分かりにくいのは3だからですよ。つまり運動してるからなんですね。ただその運動っていうのは当然考えられるべきことで、それはさっき言ったタイムライン、時間を考えると当然それ運動出てくるわけですよ。でまあアルシン本人が言って、僕インタビューでまた見ていただければ、彼自身が言ってたけどね、その幾何学っていう、幾何学模様っていうものをね、こういろいろ実験してるんだけど、幾何学っていうのを書いていくためには絶対に時間がそこに生まれるんだっていうことを言ってるわけ。まあこれはね、当然なんだけど、ものすごく重要なとこついてると思う。幾何学っていうのは時間だってことなんだよ。まあ、幾何学っていうかね、幾何学のどこからかは分かんないからね。分かんないけどね。いや、まあ、幾何学の定義によるのかもしれない、それはね。だけど、運動があるでしょっていうふうに言うわけで、でもまあ、彼はこう、コンパスとかでくる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 こうやってやりながらね。まあ、やっぱりこう、丸っていうかな。つまり、まあ、だからね、さっき言ったのだとね、2だったら直線じゃん。3だったら平面になるのね。で、そうするとさ、こう、2象限とさ、まあ2象限じゃないんで、だからリニア線と直線と直線こう交わる平面になった時って、もう何ていうの、もう点、何ていうかな、その点の数ね、点の数がもう圧倒的に増えるわけね。でまあそういうことを考えてるんだと思う。でその時に時間が生まれてくるっていうことだと思うんだけどね。まあだから 3次元じゃなくて4次元のことってを考えてるっていうふうに言った方がいいのかもしれないけど、その時にね、黄色と黒っていうのすごく重要なポイントになってくるんですよ。でこれ、どういうことかっていうとね、まあここに人がいたりとかね、太子がいたりするわけで、あ、これ凛太郎が寝てるやつ、凛太郎が、伏せ凛太郎がうちに来て寝たっていう、ただそれだけですけどね。まあまあ
いろんなのが、いろんな実験をしてるんだけどね。まあまあ、これは多角形をこう作っていって、多角形の頂点をこういうふうにこう少しずつ円を大きくしながら多角形のこう頂点を取っていったら、まあこういうふうになるよっていうような、まあまあすごくやってることは単純なんだけど、まあ面白いよね。まあまあそういうことをやったりしてるのね。で、まあ最終的にはマンダラを作りたいみたいなことも言ってたけどね。だからマンダラですよね、要するに宇宙ですね、を作りたいわけで、ね、で、その時にですね、大変問題になってくるのが、我々の身体なんですね。やっぱり身体、体で、体というものがですね、大変な問題として現れてくるんですよ。どうしても超えられない、どうしても超えられない問題として現れてくる。その時にね、僕ね、黄色と黒は必然として彼が引きつけられたんだと思うのね。それどういうことかっていうとね、黄色っていうのはね、今回のでやってないけどね、結構彼は 大きなインスタレーション作ってたんですよ。で、真っ黄色の部屋、もう完全に黄色の部屋みたいなところね、に黒いおじさんの顔みたいなのがむにょむにょ動いてるのとかね、なんかそうとか映像と、まあ映像作品も合わせたようなものとかねっていう作品を作ったりしてたんだけど、あれが何かっていうとね、こうね、入った瞬間にね、こうね、どうなるかっていうと、ね、ふっと入った瞬間にね、完全に黄色じゃん。で、黄色ってちょっといわゆる膨張色って言われてるでしょ。なんかね、体がね、ふっとね、ほんの少しよ、ほんの少し大きくなるんですよ。キュッと広がるわけ。わかるかな？ほんの少し広がるんです。その感覚をね、逃さないわけね。あるしはね。で、それをね、ぐわーっと引っ張っていくわけですよ。これをね、うまくね、フックをね、キュッとかかると、そのままね、身体がね、その空間に、自体になるというかね、ね、こう満たされるのよ。だからね、だからね、とても現象学的な事態が起こるということだと思います。あるいはね、僕ね、これね、一種の複雑系みたいなことだと思うのね。だから、てか現象学と複雑系ってなんか相性いいような気がするけど、こうね、我々がこう身体をギュッと動かすじゃん。ギュッと動かしたらね、ギュッ、ここの空気ピッと押すでしょ。ピッと。パッと押すやん、ね。そしたらね、こう1キロ先の空気バッと動いてるわけで、本当は。ものすごい計算したらよ。ものすごく細かい計算したら、そういうことが分かるようになるわけですよ。だから、コンピューターがものすごい計算速度を弾き出すようになったら、多分そういうこと分かりますよ。つまりね、すごい計算をしていくと、最終的にこの世界は私だっていうことが分かるんだと思うんです。これ全く一体だっていうことが分かるんだと。これ仏教的だよね、極めてね。ということが単純に数学的に分かるんだと思うのね。で、僕はそういう事態をこの身体に感覚させること、感性にと言いたい、美学的にということです。これね、日本語的に言うと感性学的に、美学的に、感性学イコール美学で的に、操る装置として黄色を使ったんです。じゃあ黒は何かです。黒は収縮ですね。色を吸収するわけですよね。で、それで今度はギュッと引っ張るんです。いいですか。パッと広げて、ガッと広げておいて、ギュッと引っ張っていくの、そっちね。なんか俺は長嶋さんみたいになってきましたけど、パッギュッみたいなね。僕はね、そういうことなんだと思うんですね。それをですね、こうコントロールする術として、色っていうものを使う。でもね、色っていうのはね、光ですよ。光とは何かですよ。光とは色ですね。ね。でもね、しかしながらね、色はとは何か。これは存在のことでしょ、仏教的に言えば。色即是空、空即是色ね、ベタなこと言いますけど、でもそういうことですよ、ね、で、存在がこう、例えばさ、そのサルトルとかがね、
あれ何の木だったっけ、何の木だっけ、マロニエの木ね、にこうが迫ってきたっていうのはね、あれはですね、同期したってことですよ。マロニエの木に同期したんです。シンクロしたんです。それが見えたんです。 SNS に同期してないんですよ。マロニエの木に同期したんだよ。それが大事なんだよ、やっぱ、と僕は思うね。うん、まあいいや、そういうことね。大体言いたいことを言えたかな。わかる、これなんか俺もまあ RC についてはね、なんかね、何言ってるかよくわかんなくなるんですけどね。でもね、彼ね、ドクター撮ってるんでね、芸大で、それがのタイトルが基地限界時間って言うんだけど、ごめんね、僕まだ読んでないんだけど。なんか相当面白いみたいね、やっぱり。まあいよいよ読もうかなと思ってます。はい、ちゃんとプリントまでしてね、僕ファイリングまでしてあるんだけどね、そこにあるんですけどね、もうまさにそこにありますよね。読んでないっす。いや、読みますよ。で、基地限界時間っていうのは主体のことです。主体の異界なんですね。まあまあ、そのぐらいのことは分かってるんです。話して分かったんですけど。まあまあ、だから時間大事なんです。タイムラインのことなんです。タイムラインと言わないだろうけどね。だからタイム、なんていうかな、タイムラインじゃないんだよね。これをタイムを、平面にしていくんだよ。タイムラインだったら二項対立だから、リニアな二項対立しか生まれないから、タイムを平面にしていくのね。だからタイムを2象限にすれば、あ、とかタイムを2次元にしてあげれば、これ5次元に行くじゃん。多分そういうこと考えてる、彼は。わかる。タイムは4次元でしょ。4次元を 2次元にすれば、こいつを2次元にしてあげれば、わかる？タイムというものを2次元空間、だからタイムってこういうふうに流れてるって考えるんだけど、これが平面的にあると。いうふうに考えると、平面的に、まあまあこういうふうにしようか。平面的にあると考えると、これは5次元でしょ？わかる？ね。まあまあ、そういうことを考えてるんでしょう。当然、これは面白いですよ。ね。だし、その AI とかね、さっきのトランスレーション視点じゃないけども、を考えていく上で極めて重要な視点を彼は提供していることは間違いない。で、そのコーデックス。その実、これはまあ、凛太郎と吉田山。ね。まあ、こういう展示ですけどね。展示もなかなか良かったんです。今日で終わっちゃったんですけどね。まあ、良かったんですよ。で、まあ、またね、これね、ずっと続けていくって言ってたんでね、見れると思うんでね。ぜひね、見てあげてください。まあ、彼ね、ものすごいね、器用な作家なんですよ。絵も描けるしね。まあ、僕もね、こう、あるしに合わせてね、こういう黄色いね、服を着ていきましたよ。このランニング用の服ね。はい。はいはいはい。まあまあ、そんなところですかね。これはまあ、ちょっとね、後からね、動画を使うとき用に、あるしが送ってくれたものですね。まあ、動画の時にお見せしますけどね、仏教のこの光背とかですね、っていうのがあったりとかね。まあまあ、いろんなことを考えている作家ですよ。大変面白い作家です。これからね、まだまだね、面白くなると思いますんでね、ぜひ、見てください。アルガ信号、トリプルアイドパースペクティブ、インタビュー動画もね、また B 名や YouTube でも上がると思いますので、ぜひそちらも見てください。以上です。はい、ありがとうございます。ということでね、皆さん、いいねと、あとサブスクライブね、お願いしますね。何でしょう、サブスクライブって何て言うんだ、登録、チャンネル登録お願いしますね。はい。ほいほいほい。じゃあね、次ね、どんどん行きますかね。まあでもちょっとその前にちょっと休もっか。今日はね、あるが信号、久しぶりだから、なんか俺今日いろいろ話せるな、俺。今日ね、すごい話せますね。今日俺話せる日ですよ。はいはいはい。そう、橋口さん、あれですか、もともと YouTube で、アルガさんの作品見て、興味持って、この前、個展に行きましたけど、声かけられなかったですって、なんでですか、怖かったんですか。めちゃくちゃいいやつですよ。ね、まあ、ちょっとね、なんていうかな、
だたあの、まあ、ADHD っぽいっていうかね、あのところはあるやつですけど、ぜひまたね、本当にあのない、あのなんて言うんですか、あのいい人ですよ。あの何でも聞いたら必ず真面目に答えてくれますので、まあぜひ話しかけてみてくださいね。黄色ところね、話しましたけどどうだったかな。ちょっともうちょっとねうまく話したいんですけどね、うん、まあ本当はあのゲーテのこととか考えてます。あのだからあのニュートンがいて、ゲーテがいるという、まあ僕の中で、光についての、まあまあ僕の中でじゃないね、あの普通に光についてはこうそれこそ対比っていうかながあるわけだけど、あのゲーテの方から言ったらどうなのかなっていうことを考えたりしてる。だからそのアルガシンゴの作品を考えるときにゲーテの方から入ってニュートンの方に突き抜けるみたいな、そういう方法があるのかなっていう感じがしますね。つまり黄色と黒っていうのは僕最初そのすごい感覚的な話から入っておけ、だからあの膨張色みたいなさ、まあ膨張して見えるってなんか本当なのかどうなのかちょっと微妙に、あのまあ錯視とかでね、目の錯視とかって本当にあるんだろうけど、でもそこから入って、まあまあ黒が吸収とかね、まあそれはそうだろうけど、そういうところからね、かなり感覚的でしょ。でもそれまあ言ってみればクオリアみたいな話だよ。でそういう話のところからニュートンの方にこうギュッと突き抜けていく、つまり幾何学的な方に突き抜けて、幾何学っていうかまあなんていうの、こうスペクトラムだけどね、の方にこう突き抜けていくっていうかな、そっちをこうバッとこう開拓していくっていうね、そういうところを僕はね期待したいんですよね。だから僕はね、前から思ってるんですけど、光のスペクトラムってね、間違ってたらどうするんだろうっていうのをずっと思ってるんですよね。これね、どういうことかっていうと、僕もね、小さい頃宇宙物理学者とかになりたかったんですよ。宇宙ホーキングみたいになりたかったのね。で今神尾勘でとかでもそうです。神尾勘でだけじゃないけどね、この加速器とかでものすごいでかい加速器で、まあね、粒子こうブワーッと回して、でバーンとぶつけるわけですよね。そしたらこう何かこう新しいものが出てきたりするわけね。でそれってでもどうやって測ってるかっていうことですよ。目に見えるわけないわけですよね。でもね、実はね、あれね、目で見てるんですよ。何で見てるかっていうと、あれ色で見てるんだよね。つまりね、色っていうのはどういうことかっていうと、光の揺れです。光のスペクトラムで見てるんです、あれ。実はわかります。だから物質の存在っていうのは全て物質自体を見てるんじゃないですよ。物質が放つ光のスペクトラムで見てるんですね。でだから僕ね、そのもしスペクトラムの理論がなんかこう違ったらどうするんだろうっていうのがなんか素朴な疑問としてあるのね。素朴な疑問として、まあそんなことを考えてますね。こうやってね、僕雑談してたらマジであれですね、視聴者減るんだな、これ。これもうどういうことこれまあいいや。で陰と陽的なっていうのはもうその通りです。陰と陽なんですけど、陰と陽なんだけど、もう一個あるのね。もう一個あったらどうなるってことですね。だからさっき対極図っていうのがね、アルガシンゴが書いてるの出てきてましたけど、対極図、ちょっとまあまあ対極図って知ってます？まあ対極図っていうのがあるんですけど、まああれも2ですよね。陰と陽、陰陽学みたいなね。量子力学ね。あ、量子力学はね、またね、全然違うんですよね、あれ。で、量子力学は全く違う話なので、まあと思いますね。だから量子力学よくわかんないよね。だからどうなるんでしょうね、あれ。本当に実装されたらどうなるかわかんないですよね。だからコンピューターですよね。量子コンピューターが本当にできたらどうなるんだろうっていう感じはしますけどね。まあそれはちょっとわかんないですね。量子力学もね、もちろん重要なんだけど、まあね、量子力学がなくないと宇宙物理学わかんないからね、今ね。そうですよね。まあ僕はなんか結構ベタにこう光のことを考えてますね。はい。まあそんな感じですかね。はい。じゃあね、次行きましょうか。